間違いのない楽器の選び方をお伝えする弦楽器サラサーテの北見です。今日ご紹介いたしますのはヨアヒム・シャーデのバイオリン。これがまた、入荷してまいりました。この動画を見てくださっている方、ヨアヒム・シャーデ、一昨年の夏に亡くなったのではないかとご記憶になられている方もいらっしゃるのではないかと思うんですが、ですから、今回この入ってきたバイオリンというのは、ヨアヒム・シャーデのもう本当最後に晩年に作られてた、楽器なのかもしれません。それと実際に、ヨアヒム・シャーデの工房に、行かれて楽器をその買われた方、そういうプレイヤーの方からお話を聞きますと、人気の制作家には珍しいんですけども、人気の制作家というのは大抵そのバックオーダーを抱えていて、3年とか5年とか待たないと手に入らないというのは、大体そういう人気のある有名な制作者は、そういう風になってしまうんですけれども、このヨアヒム・シャーデの場合は、何台か作り置きしてある楽器の中から、その選ばせてくれると試奏してこう、普通楽器店ですとその楽器いろいろあって試奏はできるんですけども、大体その制作家っていうのは今言いましたようにオーダーをもらって作ってそれを注文主に渡すと、そういうスタイルなので、何台も自分の楽器があってそこから選べるというのはなかなかその普通はないですね。ですから何が言いたいかと言いますと、そういうこう作り置きがあったために、お亡くなりになった後もですね、何台かそういうこう売りに出される楽器というのがあるのかもしれません。ですから今回その最後に作ってた楽器ということもありますし、その前に何台か作り置きしてた楽器かもしれません。それが入ってきたということです。ですから今後はそんな潤沢に入ってくるということはまずないと、言えると思いますし、そういう意味では非常に貴重な時代ではないかと思います。それで日本ではですね、あまりこの知ってる方、知る人ぞ知る名器、その演奏家たちもですね、使うような楽器なんですけれども、一般の方はやはり、新作というとイタリア新作、そういうイメージが強いと思いますので、あまりその亡くなられた後もですね、人気がこう上がる、楽器の値段が上がるというようなことも、ない、日本ではないんですけれども、実はその、欧米といいますか、欧州、ヨーロッパですね、特にドイツでは、やはり値段がかなり上がってきてるそうです。ですから今回ちょっとお届けする楽器も、以前よりはやはりお届けできる値段というのが上がってしまっております。それで、今回、新しいその、ニュースといたしましては、息子さんのセバスティアン、シャーデという息子さんの楽器も今回入荷しております。これはやはり息子さんっていうこともありますけれども、非常に仕上げ等は、お父さんのヨアヒムに非常に似た仕上げになっております。今回はそのお父さんの楽器が、ストラドモデルで来ておりまして、息子さんのモデルは、デルジェス、ガルネリ・デルジェスのモデルで来ておりますので、やはり弾き比べてみますとちょっとテイストは違うんですけれども、それはその息子さんとお父さんのヨアヒムの、その作り方の差なのか、今回モデルが違いますのでその差であるのか、あるいは個体差なのか、その辺はまだちょっとはっきりはしないのですけれども、今回、皆さん方に初めて、ご紹介できる、楽器、その息子さんのですね、セバスチャンの楽器もございます。ぜひ興味のある方は、ご予約の上試奏に来ていただけたらと思います。またその2つの楽器に関しましては、次回の動画でもですね、ご紹介したいと思います。